続いての試合は未明 vs 龍騎、出てきてください。さすがにこれは盛り上がるよな。これやばいですね。当然のごとくね。ボヨじゃん、まずはビートをきましょう。 DJ チャカ。では You know、これを踏まえてじゃんけんお願いします。先行でどっちがいいですか？1本目で。1本目で、はい、チャカ君もう一回聞いてもいいですか？あ、オッケーオッケー、ちょっとだけでお願いします。こちらのビートになりますね。じゃあお願いします、はい、それでは行きましょう。先行龍騎、後攻未明、ビートはチャカ、レディーファイ。Yo、 あーマジカタリナビーツ、上から弾きなシャルウィービーツで音的なバリナイ、あの頃からこれ変わった空間、今の俺なら勝てる気がすんだ。わあ未明君、まずは誕生日おめでとう、いい一年にしろ、俺は埼玉でプレゼント、敗北の味すらもプレゼント。Yeah. 何回もあげてるお前からそれが聞けるとは、何度やっても変わらない結果。おい龍騎、死に足りねえか。ライブ読みミスったよ、ちょっと恥ずかしくない？それそういうとこついちゃうよ。逆に敗北をプレゼント for you、 そしてお前が好きなプレイステーション2やったっけ。いやプレイステーション4、お前より俺がすげえうめえのフロー、お前まあイケてるからこそ高校取ったら男がスタルから、あの頃から何も変わりゃしねえから、この思いをぶつけてくだけ、何ができるとか関係ねえ、ラッパーぶちかますのが大前提。Yo、 思いをぶつけてくだけ、いつもの通り当たって砕ける、定番定番、まだ気がつかへんの、俺には勝てないって、俺の壁はまだ越えられない、俺止めねんのは俺だけだ、そう俺の前じゃ自殺志願者、一生勝てへんって気がつきました。 Yo、 気がつきました、あんたの言葉で火がつきました。分かってない、気つけに今埼玉県から火つけに来た。ボムシ、これはワンショー、今日は俺しか取らせる気がない、俺のスキルで見せ込む方位自身 CO4 度目の正直だぜ。一回勝ってるけどね、あーはって言ってたやつがそのざまかよ。 Yo、 3度目の正直、俺とお前じゃ何度でも大きに吸って勝つのがやり方、ファイヤーバンなら俺がオンファイヤーするバンだ、サイファーサイファイヤーを磨いたライマーと刃で火つけるオンファイヤー。終了。それでは聞いていきましょう。勝ったと思う方に勝てて挙手と歓声お願いします。先攻龍騎、後攻未明、勝者龍騎、未明に負けなくちゃいします。未明、なんかあれば。まあなんか iTunes カードをここにいる会場のみんなが1500円ずつ僕に誕生日プレゼントでくれたら、僕は900万円儲かります。悪い、つまり優勝は俺や。ありがとう未明、優勝おめでとう。さあそして関西から未明、あ、おはようございます。おはようございます。寝起き？いや全然起きてます。全然起きてる。元気です。めちゃめちゃ元気やな。めちゃめちゃ元気だと。バイブスがみなぎってる感じ。あ、じゃあ今日はバトルはいけそう。もうすごい気合入ってるんで。すごい気合入ってる。みなぎってるんです。みなぎるパワー。いけると思います。相手マカさんだけど、どんな感じ？ちょっと勝てそうだったりとか、こんな感じでやってるの？いやまあニキビなかったら 100% 勝ってるんですけど、まあ、ニキビあるから 50% ぐらいです。メンタル的なね、ニキビあると嫌な思いする。肌質はラッパに関してくる。そうですね。やっぱマインド。まあやっぱニキビってすげえ、うん、なんかラガな感じには不利じゃないですか。あ、そうだね。なんかニキビなかったらいい勝負できたけどって感じですか。ほうほうほう、すごいね。いつもバトルのラップ完結なんだけど、こういう時全然不完結なんでね。そうでこういうところがね、ギャップで女の子がね好きな要因なんじゃないでしょうか。いやまあ女の子ニキビ嫌いなんで。あ、そっか。じゃあ今日は未明、もしかしたら負けちゃったらニキビのせいなんで。そうですね、ご了承ください。はい、じゃあ未明でした。どうでしょう。どう、先攻が MC ヒロシ、後攻がクレイ、カントレッツキャリー。
方から俺のスキルは説明不要。客の数気にせず楽をやる、始まってる寿司のカウントダウン You know、 ただ勝ってるだけ、今日はどっちが勝つか分かってる、俺の方が冷め立つと一言、弟より下手くそ Yeah、 お前がさっきフライデーがどうのこうのみてえなディスしてたけど、フライデー教科書いっぱいじめみてえなラップしてんのはおめえの方だぜ。それが分かってねえと俺の方には届かねえ、俺は言葉でしっかりと分からせ、俺らはラッパーだ、歌って伝える、お前を打ち抜くフライデースタイル Yeah、 そのスタイル。でも俺手に持つマイク、その銃じゃねえマイクという名の剣を酷使、イカれた言語職人、うん、そっからなるから絡まるこの頭の中、この神奈川俺のライブ&フォー首都直下型、yeah、 なんか俺はお前見てるラッパーに言ってんだけど、かっこよくライブ落とせばそれでいいみてえなスタンス、最近の鳥よりのシーン、俺は埼玉マジほんと鬱陶しい、思ってたぜお前たちのやり方、4と8で上げるもお客さんわーってそれはないっしょ、この方がヤバすぎるアクション起こしていくだけだね、思考も錯誤で錯誤覚悟、さっきも言ってたボキャブラリーがないの、お前が出せビートにライド、あま俺神奈川切り込み隊長、スパッとからフラットやってくだけ、俺も適当、俺が圧倒、3本4本でも関係なくここでの独断長、いやそろそろ分かっただろ、3本も4本も持たないな、お客さんはうすうす気づいてんだが、お前の言い方それは金曜日でしかやってねえんだろ、土曜日で肌のビーボーイ、それが分かってんだろ、これがヒップホップだぜ、それが分かってんと何にもならんねん、お前が言ってた言葉がボキャブラリー、負けた後出言でも適当にほざくがいい、ほざかねえぜ土曜日じゃなく、お前はそういうディスで現実逃避、ならば俺はビート調で精神統一、ワーク MC もここでエンディングストーリーだぜ、終わり感じ、俺はそうだ間違いはねえ、無名でも関係はねえ、俺は上げに来ただけ相模、つまり相模の地、聖は MC で生披露してるの、夢無名とか夢無名、そういうのバトルですんげえうぜ、話ばっかマジでど素人、ちゃんとしようと俺が指導を、お前にしてやる稽古指導、言語失調に絶対なんで、お前は顔面ネット弁慶、お家でしとけ英語検定、わら授業を取り上げていきます、先行 MC ひろし、後攻クレイ、勝者クレイ MC ひろしも記録していただきます、オリジナルビートです、戦後が夏曲、ここがアレス、サンキー、レッツ、ゲリ、さっきオリジナルがなんかどうか言ってたけど、お前のスタイルも US のお下がりだろ、ヒップホップはつながりとこだわりだよ、わかる？自分のことを自分がオリジナルとしたいなら、自分が認められたいなら、まず他人を認めることから始めなよ、誰もヘイルはしてねえ、嫌がってることもねえ、俺のフレンズにもビラロカがいるぜ、あんたの DNA も違うのはよく分かって、そのラテを貼られるわけじゃない、レッテルだけにごまかされない、出てくグルービーに乗せたい、誰と入れてるクラックにハスグルービーミュージックメイクスタート、okay? 今それをドラップでやればかっけえが、さっきのビーツにそれは合わねえな、お前はなんならクソなヘイだ、だから前から本で黙らせんだ、お前は熱いのかどうか知らねえ、ちょっと寒いのかな、だったら俺のバイブスで沸騰させて全裸にするくらいの勢いだぜ、you know say、 3歳の頃から車内で流れてたアイスキューブ、あの時のロッククラスはまだ溶けきってないから、俺の本音にバイブスでトラップだけだと思ったら舐めないでくださいよ、ハイステン舐められたくはねえな MRJ、 今が乗っかってこの音最高瞬間、フリーズにブレイクさせるこのミュージックブレイクダウンが流れたられてもデパウヤ、確かに US でイケしてるアイスキューブだけど、俺はジャパニーズアイスバーに食らってる、俺の常にロイヤリティ、俺のレガシーだけど、俺は超えてくね、いろいろなカテゴリー、だから自分自身超えてきた、そのジレンマだから、どっちかっけえかここで決めんだ、わかるか、俺はそう揉まれれば揉まれるほど強くなる、まるで粘土みたいな、効果をバトルはギャグなんだ、ごめんな、ちゃんとわかってるカテゴリー、普段トラック2年前から竹のり、これは変わってないグランディラボール、最近俺は
街の光も大好き。だけど今は死の中に今アンダグラで全然ホームレスし、不幕でも乗り方は完璧らしい。ザギの人でもありがとう大好き。俺のバトルはちょっといやらしい。あるし、おお、いいですね。じゃあ聞いていきましょう。先攻夏か、後攻アレス、勝者夏かアレスにお気をつけします。今やりましょう。もうちょっとで終わりですね、このラウンドが。あ、間違えた。ハオ VS ミックス上がってきてください。その次の試合がニム VS ミック、クラッシュ VS スクラッパー、ジャックポット VS トリックトリガー、アンノーン VS スカイフェニックス、ダグ VS バンビと続きます。ビート変わります。ビート聞いてからじゃんけん、ザキどんな状況であってもお前とまずは会話をしていくためにやり出す。俺はラップするじゃない、確信してる自分のフォース、言葉この言葉だぜ。 Yo、 お前らフォース見たことあるか。物事人を操る、動かす、そういうもの俺たちができる力、そのフォースはこの言葉、間違いないとこだ。 Yeah、 俺のフォース扱うためにまず会話、それをさやりに来てるから、さやから抜いてるマスターソード、もっと大丈夫なくなるほど、それがさ聞こえてくるからさ、それでさ会話、まずはさフットを上げて、浅草上げるために来てる、上げてるのろし、背中にみこし。Yeah、 マスターソードとか言ってるけど、俺たちはマスターピースを作るためにスピット。あ、そこが違うぜ。お前のよ、無駄な時間稼ぐぐらいだったら俺は時のオカリナでお前をスキップしてよ。意味がわかるか、マジでくだらねえ。お前なんか一息風のタクト、お前のリズム感じゃ触れなそう。そういうとこ俺はさらにドライデッド、もっと向こうへ行くぞ。よ、風のタクト裏路地で草炊いてんの、それくらいしか言うことはないけど、そのアニメネタは何回目、一回も休まず破壊構成打ち込んでます。ワンバ何ができる、分からずやってるだけでさ OK、 ちょっと噛み応えがない、即体さ俺が勝ち上がるから要チェケラ。資料をそれでは聞いていきます。先攻ハオ、後攻ミックス、勝者ハオミックスにも大きな拍手します。